誕生日おめでとう。みんなありがとうなの。ヒーローさんはさっきまでいたのに。ミーコちゃん、お待たせ。あら、噂をすればね。席を外しちゃってごめんなさいね。でもどうしても出来たてを食べてほしくって。わあ、オムライスなの。美味しそうなの。それじゃあエソラちゃん、例のものお願いできる？例のもの？じゃじゃーん、トリュフになります。ミーコさんがお好きだって聞いたので。同じくお好きなオムライスと合わせてはいかがかとヒーローさんにご相談したんです。そして私からもトリュフを。こっちはチョコの方、私もエソラさんと相談して別々のトリュフにしようってなったので作ってみました。サキちゃんの手作りなの？すごいの。みんなミーコの好きなものを用意してくれてありがとうなの。では僭越ながらトリュフをシャシャシャ。はい、召し上がれ。いただきますなの。とろとろの卵にトリュフの香りがたまらないの。そしてサキちゃんのトリュフも、すごいの。ねっとり濃厚で口の中が幸せなの。よかった、ミーコさんが喜んでくれて。あらあら、ミーコちゃんったらあんなに表情を緩ませちゃって。喜んでいただけたみたいでよかったですね。自分で操縦する飛行機で世界中を回るのがミーコの夢。その時はあなたも乗せてあげるの。ミーコね、お馬さんが大好きなんだ。